からどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってますよね、うん。さあ前半見ていきましょう。大阪対鹿島、エキシビションマッチをお届けしたオフサイドです。犬飼、小泉へ、長木へ、もう一つ前に行きたい、小泉へ、長木へ、サイドを使います。抜けるか、シュートまだある。あー、これファー、取らないですか。レフリー小野瀬、大阪としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、ボールの奪い合い激しいものがあります。いけるか、中で味方の選手が待っている、来た、セドル、セドル、いやー、これよく止めましたね。いや、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。このファーストハーフ最初のコーナーキックは鹿島、ここまでは両チームとも0-0、時間は前半中盤に差し掛かっています。出口、組み立てながら攻め上がっていく宇佐美、スルーパスを狙う、抜けてくる、レフリー笛は吹きません。藤春へ、中央から来た、これは大阪、ここでファウルをもらいます。たまらず行ってしまいましたね、ちょっとファウルになりましたけど、この辺で抑えておかないと危険ですよ。注意に終わります。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。今日最初のチャンスです。残ってる、どうする、激しいボールの奪い合い、サイドへ、出口、絶好の位置を受ける、白井、井出口へ、井出口からのパース、井出口へ、素早いパスで攻め上がっていきます。大野瀬からのボール、クリアです。裏へのスルーパス、長く、裏のスペースを狙う、これは一つ前のプレーですね。白井、大きく縦へ、
スルーパス、長いボールを送ります。ハトリックに当たる、裏へ出るか、縦へのボール、上田、パトリック、長木、これをカットします。白井、長戸、土井、パスをつなぎます。さあシュートレンジだ、ファーサイド、直接行ってしまいました。長く行きましたよ、サイドのスペースを使います。もうこれいいですよ、さあ中央へ、中揃ってたんですけどもね。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころでこのゲームを演出しましたよね。大阪対鹿島、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。鹿島としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど、ドイ、ここは通しません。このパスを防ぎます。小泉、長いボール縦へ、庄司対応します。スルーパスを出す、抜けた、三浦、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ここで前を向けるか、さあ一気にカウンター、宇佐美からパトリック、ボール入るか、仕掛けるか、かわした、上げてくる、どうだ、いいですね、クロス合わせてくるか、さあどうする、うわまだある、そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。来た、後半に入って試合が動きました。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に自分ちょっとイメージを考えてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。大阪メンバーチェンジをします。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。大阪、この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。その状況ガラッと変わりますからね、はい、長木、スルーパス、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。鹿島としては鹿島メンバーチェンジです。Substitutions taking place. ファーサイドへのボール、大阪アワヤというシーンでしたがここはしのぎます。来たチャンスだ、丁寧に足元を使う、
さあどこに出してくる、通るのかこのパス、一旦前を取る、シュート、オフサイドですかね、鹿島交代枠を2つ残しています。このボールはカットされます。パトリックからチアゴアウベス、これもファウルですもんね。町田、今のはカードは出ませんでした、注意だけでしたね。まあまだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。旗が上がっています、オフサイドです。うまくボールに行きました、大阪、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。小野瀬から大きく縦へ、スペースを狙う、抜けてくる、自分で行く、裏を狙う、素晴らしいパス、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね、ディフェンス集中してますよね。キーパーからのロングフィード、チャンスを演出できるか、シュート、セイド、大阪、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。クロスを入れる、キーパー触る、またファウルか、これはクロスバー、これは再処理、このまま終われるかっていうような、ね、攻撃でしたけどもね。どうする、スルーパス、シュート、これがダメ押しボールになるのか、これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。この時間帯で2点差にできたのは大きいですよね、はい、ここからもうチーム全体で時間を使いながら、まあ、そういった感じになるでしょうね。そうですね、キーパーから前線へ、 There will be 3 minutes at a time. 裏へ届くか、このパスが抜ける、大阪一旦クリアで落ち着かせます。さあ再び選手の交代です。大阪、substitution on the field number 8 coming on to replace him is、これはオフサイドです。
キーパー前へ蹴り出します。ここで終了を告げる長い笛。2対0鹿島負けてしまいました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。鹿島としては時間が経つにつ